セリーグ編成担当、筒香は横浜に戻るだろうか。守るところない。セリーグ編成担当、筒香は横浜に戻るだろうか。守るところない。ポジションがら空き、広島が狩るのでは。佐野がきついからレフト空いてるぞ。開幕戦初回以外守備が良くない。レフト空いてるんだよな。広島と関与メジャー帰り収集係、筒香より打てるやつなんて皆無だろ。お堂あの穴開いてますよ。まあたちにドラが動けない一塁手を獲得してしまうのか。ツッツって誰と仲が良いんよ。秋山は菊池やマイケンと仲が良いのもあったろ。秋山は西武がクソ条件だったタス同一リーグを避けたんで、まあ西武ファンも丸く収まったけど、筒香を広島が取ったりしたらまず間違いなく特急遺恨になるな。筒香なんかどこもいらんやろ。秋山が変人なだけで広島行くやつなんておらんぞ。ツッツが欲しけりゃまず倉本からよ。尊敬する倉本さんがおればツッツを獲得できるぞ。もうのんびりマイナーで余生みたいなもんだろ。筒香って日本に戻る気あるんか。野手って NPB 戻ったらそれはそれでメジャーに合わせて調整したのを NPB 仕様に調整し直さないといけないし、ダメな可能性もあるよな。福留とか NPB 復帰して最初は全然やったろ。普通にレフトで出て佐野が代打に戻れよ。あいつスタメンなのが順位下げてるだろ。ご視聴ありがとうございました。